こんにちは、のりたろうです。今回は今人気のイギリスモダンコインを少しでも安く買いたい方に対しておすすめの動画です。実際に私が今回買った金貨銀貨の例をもとに、送料あと税金日数などがどれぐらいかかったかをまとめました。私はコイン投資を始めたばかりですが、コイン投資をいざ始めてみるといろいろと気づいたことがありましたので、重要だと思ったことについて発信しています。今回のメリットとしては、外国からの買い付けに興味はあるけどやり方がわからないとか、あと英語のサイトに抵抗があるとかいう方にメリットがあるかと思います。また今回の動画ではウェルカム10という魔法のキーワードを入れると消費税分などが割引されるというお得な情報もご紹介しております。それでは今回の内容は、この3項目になります。まず1つ目、ロイヤルミント公式サイトからの購入方法。2つ目、購入金額、送料、特別割引、税金など。3つ目、購入から届くまでの日数となっています。それではまず1つ目に参ります。まずロイヤルミント公式サイトからの購入方法ということで、まずはスマートフォンとかパソコンからロイヤルミントのホームページにアクセスしていただきます。概要欄にリンクを貼りますが、英語でロイヤルミントと入れる検索するとすぐに見つかります。ホームページから好きなコインを選んで買うことになりますが、ホームページが結構複雑なので、これが欲しいというものがある場合は検索で探すとすぐ見つかります。また英語がどうしてもダメな方は、ホームページの右上にアルファベットの G と文という文字が書いてあるボタンをクリックするとページ全体を日本語に直訳してくれるので、それで大体の意味はわかると思います。またロイヤルミントではプルーフの金貨銀貨とあとブリオン版の金貨銀貨なども売ってますので、間違えてブリオン版を買わないように注意してください。ブリオン版は表面がボコボコしてますので、画像はこんな感じになります。その他どんなコインを買ったら良いかがわからないという方は、私の過去動画でアンティークコイン、モダンコインの選び方10のポイントというのをアップしてますので、そちらをご参照ください。購入時には会員登録、だいたい普通の販売サイトと同じような項目を入力しています。で、バスケットに商品を入れていくという感じになるんですが、この動画で一番大事なポイントがこちらになります。バスケットからチェックアウトに進むためのプロシードトゥチェックアウトというボタンを押す前に、その上にですね、あとプロモーショナルコードという箇所があり、こちらをウェルカム10っていうキーワードをこちらに入れると、クーポンアプライドという文字が表示されます。それが表示されると、主に金貨が 16%、 ものによっては 25% ぐらいの割引になります。で、今回買った金貨は割引が適用されなかったんですが、もし聞きの方でですね、金貨にも割引が適用される場合もあるとか、そういう詳しい情報をお持ちの方は、ぜひコメント欄にそういった情報をお寄せください。また注意点として、住所の入力方法ですね、こちらは、日本の住所の書き方と、外国の住所は逆になりますので、例えば東京都千代田区1-1というような住所でしたら、1-1千代田区東京ジャパンというような形に逆になります。あと郵便番号はポスタルコードという箇所に入力することになりますので、そちらは参考までにですね、インターネットの検索エンジンに住所スペース英語と入れると、その住所の英語版の住所が出てきますので、ぜひ一度見てみると良いかと思います。続いて2番目になります。購入金額、送料、特別割引、税金などということで、実際に購入した金貨と銀貨の、実際の購入金額から先ほどのウェルカム10でどれぐらい割引になったかの説明をしたいと思います。
今回はデビッド・ボーイの1オンス銀貨3枚とデビッド・ボーイの4分の1オンスの金貨1枚とクイーンズ・ビーストのレッド・ドラゴンの銀貨5オンスのものを1枚買いました。で、今回のウェルカム10で金貨についての割引はなかったのですが、銀貨についてはいずれも 16.67% の割引がありました。商品購入時に為替レートはだいたい 143.431 円で換算されておりまして、商品の総額、先ほどの金貨銀貨の合計が 1237.92 ポンド、日本円では177,556 円となりました。で、送料が 12.5 ポンドで1792円、それを足すと 1250.42 ポンドで日本円で 179,348 円ということになりました。で、ウェルカム10の割引金額というのが合計で 124.58 ポンドありまして、日本円で17,859 円にもなり、まあ、送料プラス1オンス銀貨1枚ぐらいの割引になっています。そして商品を受け取る際にもですね、また別の支払いがありまして、日本でのまあ消費税にあたる輸入内国消費税というものが 9.53% の17,100 円、あと立て替え納税手数料というのが1,100 円かかりました。なので最終的に払った金額は 197,548 円となりました。で、今回の金貨銀貨の購入ではウェルカム10を使用することによって、だいたい消費税分ぐらいの金額を割り引いて買うことができたということになります。続いて3番目です。こちらは届くまでの日数どれぐらいかかったかと言いますと、今回は12月7日に注文しまして、12月22日クリスマス前に納品されました。期間はだいたい2週間、15日ぐらいで到着しまして、注文の受付の時とかですね、あとは商品発送してくれる時などから、ロイヤルミントから直接メールで、お知らせのメールが届くなどの丁寧な対応がありましたので、まあ、イギリスがですね、今コロナウイルスで大変な中でもしっかりと届くということも分かりましたので、皆様も安心して購入いただけるかと思います。ただまあ22日の時点なので、まあ、今後どうなるかはちょっと分からないですけど、まあ、やはり王立のロイヤルミントということでしっかり対応していただけたということになります。はい、なので今回の、まとめです。まず一つ目、ロイヤルミントの公式サイトからの購入方法ということで、ロイヤルミントの公式サイト、まあ、どのように入ったらいいかというのと、あとはウェルカム10というのをどういうところに入れればいいかというお話をさせていただきました。で、二つ目が購入金額、送料、特別割引、税金などで、まあ、総額からですね、ウェルカム10の割引を引くと、だいたい税金分ぐらい、引いてもらいましたので、非常にお得なことが分かってもらえたかと思います。あとは購入から届くまでの日数ということで、だいたい2週間程度で、届くということで、まあ、今はもしかしたら遅い方かもしれません。まあ、今後どうなるかわからないですけど、もうだいたいそれぐらいでしっかり届けていただくことが分かったかと思います。今回の動画は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。また今後の励みとなりますので、いいねボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは最後に皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。